ストレッチに使う人が多い、マッサージボール。しかし、マッサージボールはピーナッツ型や突起付きのものなど、形や大きさも様々です。さらに、キャンドゥなどの百人誌のものから、トリガーポイントなどの人気メーカーのものまであり、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。今回は、Amazon、楽天市場、Yahoo ショッピングなどで、売れ筋上位のマッサージボール18商品を比較して、最もおすすめのマッサージボールを決定したいと思います。比較検証は以下の2点について行いました。性能使用感果たしてどの商品がマイベストが選ぶ最強の商品なのでしょうか。なお、マッサージボールの選び方や正しい使い方は、鍼灸師、柔道整復師の舘野達人さんと鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の舘野博美さんに取材しました。ぜひ購入の際の参考にしてみてくださいね。リストの最初の製品は、ビッグゴリ、トーレアルインコ。フィットネスマシンなどを製造しているメーカーの、アルインコから発売されている、ビッグゴリトーレは、ソフトミディアムハードの3種類の硬さが選べる、ピーナッツ型のマッサージボールです。ソフトボールほどの大きさで、広く深く刺激して、疲れた体を揉みほぐすと謳った商品です。サイズが大きめなので、男女問わず太ももやふくらはぎに使いやすいことから、性能検証で高評価に。使用感でも、首や腰、ふくらはぎなどに、くぼみがフィットして使いやすいという指摘が多く、上がりました。ただし、大きいことから、デコルテや腕などにはやや滑らせにくいという声も、マッサージボールを初めて使うという人や、特に腰や、ふくらはぎなどの部位に使いたいという人に、ぴったりなマッサージボールです。リストの2番目の製品は、スッキリボール和律工業 NH3700 フィットネス用品などを販売しているハニリツ工業株式会社のスッキリボール NH3700 は、ソフトとハードの2種類から選べる突起付きのマッサージボール。テニスボールくらいのサイズで足首、足裏、ふくらはぎをスッキリさせることを目指した商品です。特に足裏をしっかりと刺激してくれる上に、座ったままでも使いやすいことから高い評価を獲得しました。デスクワークで足が重くなった際にも、机の下でコロコロを転がすだけで、スッキリ感を得ることができるでしょう。突起付きのため転がっていく心配が少なく、デコルテ部分や手などにも使えることから高評価でした。よりスッキリ感を得たい人や、デコルテ部分、足裏などの部位に使用したい人におすすめのマッサージボールと言えます。次の製品は、スパイラルツボールアルファックス。健康雑貨などを販売しているアルファックスのスパイラルツボールは、突起付きのピーナッツ型マッサージボール。ねじりと突起で筋肉のコリをほぐすと謳っている商品です。突起が鋭くないので背中などでも使いやすいことから、性能検証で高い評価を獲得。一方、ねじりのおかげか、痛いという指摘も多く、評価が分かれる結果に。しかし、腕やふくらはぎ、腰などにフィットして使いやすいとの声もありました。そのため、これらの部位に強めの刺激を与えたい、人向きのマッサージボールと言えるでしょう。次の製品は、激痛ボールアルファックス。健康雑貨などを販売しているアルファックスの激痛ボールは突起がついたピーナッツ型のマッサージボールです。テニスボール2個分のコンパクトサイズな上に248個の突起で刺激すると謳っている商品。硬い素材でできているため刺激も強めです。そのため手で握るだけでも十分に刺激を与えることができます。使用感では248個の突起が体にフィットしなくて痛いという指摘もあった反面、突起部分が気持ちいいという声もありました。突起でゴリゴリと刺激したい人には候補となるマッサージボールです。リストの次の製品はプロテックザオーブエクストリーム、オーブボールエクストリームプロテック、スポーツ用品などを販売している株式会社ニューハレックスのプロ。テックアスレチックスザオーブエクストリーム、オーブボールエクストリームは、突起付きのマッサージボール。
硬めの素材のため、筋肉組織深部までほぐすことを目指した商品。突起が少し大きめなので、より強い刺激を与えることが可能です。また、使用用途が限定されているため、マッサージボールを使い慣れている人向け。使用感では、太ももやふくらはぎの裏に使いやすいと高評価でした。ただし、足裏やデコルテなどの小さい部位には使いづらいでしょう。リストの次の製品は、メタックスボールファイティン。ボディケアグッズを販売しているファイティンのメタックスボールは多面体形状のマッサージボールです。82面の多面体形状は体の隙間にもフィットし、シリコーン素材はちょうどいい硬さでの指圧を目指した商品。カラーはブルーとボルドー、イエローの3色です。小さいため片手でコロコロとながら使いができることから性能検証で平均点以上を獲得。自分で押しながら使用するので多少疲れるものの、持ちやすく力を入れやすいため、女性でもしっかり刺激できる点は高い評価でした。体重をかけてほぐすタイプよりも、自分で刺激したい人向けのマッサージボールでしょう。リストの次の製品は、ラビアワコジョイナス。フィットネス用品などの販売しているジョイナスのラビアワコは、ピーナッツ型のマッサージボールです。公式テニスボールぐらいの硬さでテニスボールマッサージしやすいと謳っています。形はテニスボールに似ており、2つボールがピーナッツ型でつながっているため、テニスボールではできなかった寝ながらマッサージが可能。使用感では柔らかすぎて体重をかけすぎると凹むという男性モニターからの指摘がありました。一方で、素材的に滑りづらいところは評価できます。リストの次の製品は、モビポイントマッサージボールトリガーポイント03313セルフケア製品などを開発、販売しているトリガーポイントのモビポイントマッサージボールは、突起付きのマッサージボール。細かな突起で刺激することで、凝りをほぐすと謳っている商品です。素材が柔らかめで、小さいことから、腕周りや手のひらで握って刺激できます。しかし、小さい突起はくすぐったいと感じてしまう場合も、使用感では小さいため様々な用途に使えるという声もありましたが、柔らかく小さい突起は刺激をあまり感じなかったという指摘が目立ちました。次の製品は伸びるストレッチボール凸タイプレギュラーサイズエレコム。デジタル機器関連製品の販売をしているエレコムの伸びるストレッチボール凸タイプレギュラーサイズはソフトとハードの2種類ある突起付きのピーナッツ型マッサージボールです。体の部位に合わせてボール幅を伸ばして調整でき、全身のコリをほぐすことを目指した商品。伸ばす部分は硬く、女性ではかなり力を使うことから、今回の性能検証では振るわない結果でした。使用感は大きさに違いのある突起は刺激をしっかり与えてくれると高評価した。ただし刺激は弱めが好みの人には少し痛いと感じる可能性があるため注意が必要です。リストの次の製品はマッサージボールトリガーポイントセルフケア製品などを開発、販売しているトリガーポイントのMBX マッサージボールは一般的なマッサージボール。テニスボールとは違って耐久性に優れ変形しにくい素材を使用している。上に筋膜や筋肉に強い圧迫を与えることを目指した商品です。とても軽く持ち運びしやすいもののテニスボールと変わらない性能で高価なことから今回の性能検証では低評価に。使用感ではちょうどいいサイズですが素材が柔らかくあまり刺激が強くないことから少し物足りないという指摘が目立ちました。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。